ふるさとニューヨークへ帰るはずが、たどり着いたのはなんと何？ニューヨークじゃないって言ったの。ドゥビドゥバドゥビドゥバドゥビドゥバドゥバパン。何？ドゥビドゥバドゥビドゥバドゥビドゥバパ。あの仲間たちが。俺が下に降りてペンギンズを捕まえたらバックレよ。ねえ、じゃあ俺が行くよ。ペンギンズのとこに。ダメ、私が降り。へへ。ヨーロッパで指名手配？でも警報呼べ。覚悟しなさい、私が相手よ。最強の敵出現。アクセル全開。さあ逃げるぞ、殺だ。バナナ砲発射。やばい女だ。どうやって目立たないようにヨーロッパを横断する。そうだ、サーカスだ。本気なの？逃げ込んだのはオンボロサーカス。僕らもアメリカに行くんだ。え、一緒に行っていい？わあ、この列車はサーカスの動物専用だ。僕たちもサーカスなんだ。特技は何？だった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 サーカスだった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 。アフロサーカス、アフロサーカス、アフロ水玉水玉アフロ。マジか。みんな一緒なら助けてほしいんだ。助ける？サーカスがピンチなの。僕たちのサーカスが有名になればニューヨーク公演も夢じゃない。奇跡は起きる。サーカスは情熱だ。いいか、情熱さえあればどこにでも行けるんだ。あ、綱渡りできたよ。動物だけのサーカスを作ろう。僕たちならできる。心を一つにするのよ。そうだ。感動と冒険のサーカスの行方は。絶対に逃がさないわよ。何やってんだ。運転できるのは人間とペンギンズだけだ。そして仲間たちはついにニューヨークへ帰れるのか。あー、イエーイ。マダガスカル3。